おはようございます、こんにちは、こんばんは。フィリピンアイです。今日もフィリピンのニュースをピックアップしてお届けします。マニラの移民コンサルタント企業が外国での労働ビザ手続きを支援すると主張する場合、それは正当ではない可能性があります。移民労働者の担当者であるハンス・カクダック氏は金曜日の11月24日にポーランドで仕事を探しているフィリピン人を違法に募集し、大きな手数料を請求したとして11シーズイミグレーションサービスの営業を停止しました。移民労働者省 DMW はパサイ市の11シーズイミグレーションサービスの営業を停止し、コンサルタント企業が大きな手数料を請求し、ポーランドで働くフィリピン人を違法に募集したと主張しました。また、彼らは労働者を募集するために移民労働者省の認定を受けていませんでした。11シーズのオフィスの外には、募集会社ではないと否定するいくつかの広告が貼られていましたが、彼らのサービスリストには海外労働許可ビザの申請も含まれています。勤務先での仕事ビザの取得は最も簡単なプロセスです。誰かの助けは必要ありませんと、カクダック氏は述べました。広告、テキスト、ポスターの募集代理店ではありませんという告知が、11シーズイミグレーションサービスのオフィスの外にあるサービスの幕に貼られています。移民労働者省は外国での雇用を求めるフィリピン人労働者 OFW の配備の遅れについてのクレームを受けました。彼らは15万ペソを支払った後、要求されている28万ペソのうち15万ペソを支払ったフィリピン人労働者の配偶者からのクレームを受けました。これにより部門は2ヶ月間文書の処理のために彼らに要求された28万ペソのうち15万ペソを支払った後に配備が遅れているとのクレームを受け、同社を監視しました。配備は実際に起こっていた仕事は、主に男性にはバスの運転手として、女性には倉庫の仕事として提供されました。11シーズはソーシャルメディアを利用して仕事を宣伝していたと移民労働者省は述べています。被害者リカ、28歳の女性は11シーズの応募者で、リカの本名が隠されるように頼んだ人物でした。これはリカの最初の海外の仕事であるはずだったものを処理していたエージェンシーの周りに報道陣が群がっているのを見て驚きました。リカは2022年11月に11シーズで相談を始め、トレーニングで出会った人々に紹介されました。リカはポーランドの工場での仕事のために文書の処理と旅行保険に14万ペソを支払っています。28歳の母親は手数料を支払うためにローンを組んでおり、エージェンシーによってすでにポーランドに派遣されている人々を知っているという事実に安心していました。被害者リカ、28歳の女性はデプロイメントについて常にフォローアップしていましたが、エージェンシーはリカに待つように言いました。遅れの間、会社は肉加工工場での作業のための2日間のトレーニングの機会を提供しました。しかし、リカが自分の仕事に関するさらなる文書を受け取ると、リカが向かっていた仕事は自動車部品工場だったことが分かりました。リカは金曜日にリカが取引していたエージェンシーが違法な募集の非難を受けていたことを初めて知りました。私たちは本当に盲目になりました。彼らがこの詐欺をやめることを願っています。なぜなら私たちはたくさんいますと、被害者リカ、28歳の女性は言いました。カクダック氏は部門がすでにデプロイされた同社の海外フィリピン人労働者オークスを追跡し、必要に応じて支援すると述べました。以上です。続いてのニュースです。木曜日、マグインダナオデルスール州のラトサリボで農民が爆発により亡くなりました。同じく木曜日にはアレオ山のコタバトでモロイスラム解放戦線ミルフのメンバー5人がその基地での爆発で負傷しました。マグインダナオデルスールの爆発で亡くなったのはラトサリボのバランガイパンディ出身のタトゥナピギ42歳さんです。
ラクサリボの警察署長であるラミロ・セラメタイによれば、被害者は農機具の準備をしていて、米田に向かう途中で爆発が起きたと述べました。アレオサンでは木曜日にモロイスラム解放戦線の118番基地式部の入り口での爆発について警察が調査を行っています。アレオサンの警察署長であるジェネファー・アモタン隊員によれば、爆発は正午頃に発生し、5人のモロイスラム解放戦線メンバーが負傷しました。アブドゥル・バセル・モミンタル、ノール・ミナンダン、モスリメン・ディア・ウソク、ハサンからの、ロナルド・アレリアノの被害者グループは、バランガイ・ハールでの家族の争いの解決から帰宅したばかりだったと述べました。ワゴリバスの地域では、118番基地式部と105番基地式部のメンバーが、ワゴリバスでの領土紛争をめぐって対立しています。以上です。続いてのニュースです。サンボアンガ市、サンボアンガデルスールで地元の実業家の家族から200万ペソ以上の現金と他の個人的な品物を強奪したとして、5人の警察官が武装強盗の罪で起訴されました。市警察署長のアレクサンダー・ロレンゾ・ケイ氏は、警察官たちは27歳の実業家ガビド・ウマボン・アブドゥルの家に入るために逮捕状を偽造し、11月14日の午後10時30分頃にバランガイ・テトゥアンにある彼の家に侵入したと述べています。その逮捕状はアブドゥルの父、アブドラジク・アブドゥルに対するものだとされていました。市警察署長はアブドゥルの証言に基づき、武装した男たちは警察の地域特別作戦グループのメンバーと名乗り、家に押し入り、2人がすぐに上階の部屋をチェックし、引き出しの上に置かれていた20万ペソの現金を持ち去り、190万ペソの現金が入っていた2つの金庫を空にし、8台の携帯電話を持ち去ったと述べています。彼らは待機していた灰色の自家用車に乗って逃走しました。アブドゥルの証言では、6人の重武装した男がいたとされていますが、サンボアンガ市警察署は5人の男に対してのみ訴訟を起こしています。市警察署長は、すでに5人の警察官を逮捕し、先週火曜日に市検察官の事務所に対して、彼らに対する告訴を提出したと述べています。4人は武装強盗、1人は強盗団で起訴されています。報道が入手した警察の記録によれば、容疑者は43歳のアリエル・フェルナンデス・ホラトリア・チューイ、41歳のアルナジェル・アブドゥル・イナワット・ケーブホ、31歳のライアン・ロドリゲス・アポストル巡査、42歳のエドセル・バラガ・ニコラス警部補、そしてボビー・ブスカイのジュダン巡査部長です。市警察署長は、4人の警察官はこの都市の4つの異なる場所で逮捕され、もう1人は11月18日にサンボアンガデルスールのアリシア町で自首したと述べています。ニュースは以上となります。最後までご視聴いただき大変ありがとうございました。チャンネル登録、よろしくお願いします。またチャンネル登録、高評価いただいた方へ、大変ありがとうございます。どうか素敵な一日を迎えてくださいね。では、ごきげんよう。